ここにしますか。戻りましょう。ここがその闘技場なんだ。活気があってすごい。みんなやる気に満ちてる。でもちょっと怖いかも。プラプラ、あーしは好き。お祭りみたいでめっちゃ手上げ。ユニちゃん、アリスさんたちとはロビーで待ち合わせなんだよね。そうよ、時間通りならもう来てるはずだけど。こんにちは、また会ったわね。アリスさんに日暮さん。やっほー、リアちゃんに。ほら、こっちに来る。ご本、では、改めて話をするわね。例の件のために観客として動くと、ロビーと客席くらいにしか立ち入れないから、私たちは参加者として登録をしたの。選手としてなら立ち入れる場所も増えるし、何よりここのオーナーに近づくための最短コースだと分かったからね。選手だとオーナーに会えるんですか？ええ、ただし勝ち上がっていく必要はあるけどね。上位の戦いは一大イベントよ。その時だけはオーナーも観戦にやってくる。そして優勝すればオーナーから豪華ディナーに招待されるそうよ。確かにここがマジコンヌの資金源ならそのオーナーとつながりがありそうですね。それにいろいろ特典が美味しかったりするんだよ。勝つとランクが上がって個室になったり、食事がタダになったりとか、とか。それも、ご飯タダになんの？あとは、可愛いデザートも食べ放題だよ。ねえねえ、プリンは？そこにプリンは入ってるかな？他には、他には？ほら、そこの二人、特典に釣られて色めき立つんじゃないの。肝心の目的を忘れたら意味ないんだからね。はい。まもなく締め切られるから、こっち側から入るなら早めの選手登録をおすすめするわ。ただ全員が動くとどうしても目立つから、選手として入るならせいぜいあと一人ね。誰にする？あ、それならおね。それだったらネプギアがいいと思うな。あら、奇遇ね。私もネプギアに一票よ。やっぱネプギア一択だよね。ネプギアちゃん頑張って。
ギアチーが代表ならアーシも賛成。私がみんなの代表。みんな私についてきてね。どこに行くの？記録するのは大事ってお姉ちゃんが言ってたよ。戦うなら武器や防具を整えないとな。これにするの？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 他にすることはあるかな？また来てくれよな。これでみんなを守ります。身を固めるとやっぱり安心しますね。この銃があれば向かうところ敵なちゃんと守りも固めないとね。これでみんなを助けるね。いつでも冒険に行けるよ。ちゃんと身も守らないとね。ハード同様頑丈にしないと。防具はしっかり装備しないとね。ジャキーン、武器を装備防御はバッチリ。敵にガンガン突っ込んでいこう。どこに行くんですか？記録するのは大事ってお姉ちゃんが言ってたよ。記録するのは大事ってお姉ちゃんが言ってたよ。これ何かしら。結局押し切られて私が出ることになっちゃったな。闘技場の登録ってここでいいんだよね。どうやって受付すればいいんだろう。どうしたの？登録のやり方がわからない？あ、アリスさん、よかった。ちょっと迷っちゃって。し、今は仲間じゃなくて顔見知りのただの選手って関係よ。でしたね、ごめんなさい。まずは受付にいる人に話しかけてみて。そこで自分のランクを選んで申請するの。ランクに合わせた対戦相手がランダムで選出されて
対戦カードが組まれる仕組みよ。わかりました。ありがとうございます。どういたしまして。礼には及ばないわ。あ、それよりも私と当たったら任務とか関係なく全力で戦ってよね。は、はい。敵レースなんて疑われるの嫌だし、それに普段は面倒なこと嫌いなんだけど、あんたとはちゃんと戦ってみたくなっちゃった。私からのお願い。ううん、約束よ。わかりました。約束は絶対だからね。じゃあまた会いましょう。自分を信じて頑張ろう。ギアチー、アーシがここから応援してるよ。あ、ま、ギアチーお疲れ。やったじゃん、初戦大勝利。ありがとう、マホちゃんが応援してくれたおかげだよ。でしょ、バッチリ気合入った。うん、でもちょぴっと恥ずかしかったかな。なんで、いいじゃん、目立ってこその応援者。あのマホちゃん、今回の目的って覚えてる？大丈夫大丈夫、忘れるわけないってば。うん、信じるよ。一戦目突破おめでとう、ネプギア。にぎやかな応援だったね。あ、ありがとうございます、アリスさん。でも本番はここからよ。気を引き締めなさい。あ、はい、頑張ります。強敵だけど、いつもみたいに戦えば大丈夫。ギアチー、いいぞ、そのまま勝ち進んじゃって。あ、またマホちゃんが応援してくれてる。ギアチー、ゴーゴーウェイ。あ、すごい応援だ。お客さんたちがこっちを見てる。ギアチーのいいとこ見てみたいや、それファイト、ギアチー全集中。応援が気になって集中しにくいよ。でもやらなくちゃ。やった、やりました。みんなを守る力、それバッチリ。やっぱりギアチーは強い。次の観戦用飲み物買いに行かなきゃ。
私も見てたよ。観客もすごく注目してた。期待の新人登場ってとこかな、かな。あ、日暮さんまで。私、人から注目されるのって慣れてないから、どうしたら。照れるとこがかわいいよ。お持ち帰り。持ち帰りはやめなさい。試合に出られなくなるでしょうが。アリスちゃん、痛い。いい感じで勝ち進んでるわね。その調子で頑張りなさいな。あ、ありがとうございます。ネプギアどう？うまくやってる？あ、アリちゃん、見に来てくれたんだ。お仕事はいいの？せっかくだから休みを取ってきたの。真帆のことも気になったし。それで真帆はどこ？あ、真帆ちゃんならそこに。ってあれれ、私たち以外誰もいないわよ。いつの間にか神隠しにあったのかな、かな。どうせ面白そうなもの見つけてフラッと行っちゃったのよ。まったく落ち着きがないんだから。あの、私が真帆ちゃんを探してこようか。それは無理よ、ネプギア。もうすぐ次の試合が始まってしまうわ。あ、本当ですね。どうしよう。真帆ならそのうちすぐに見つかるでしょう。行ってらっしゃい。うん、行ってきます。ここに記録するね。あんまり遅いと先に行っちゃうよ。ここまで勝ち進むとロビーで次の対戦相手が発表されるんだ。次は誰だろう。知り合いじゃないといいんだけど。期待に応えられなくてごめんね。次は私が対戦相手よ。え、次はアリスさんだったんですか？アリスさんも私と同じ任務で参加してるから、この場合は。あら、戸惑ってるみたいね。はい。どちらかが勝ち上がってオーナーに直接会うのが目的だったら、私は棄権した方がいいのかなって。ねえ、ところでネプギア、受付の時に私とした約束って覚えてる？との約束って。あ、あたしと当たったら任務とか関係なく全力で戦ってよね。あたしからのお願い。ううん、約束よ。思い出したようね。あたしと当たったら
全力で戦うって約束したものね。約束した以上手抜き戦闘は認めないから、ましてや危険なんて言語道断よ。でもアリスさん、自分の全てを私にぶつけて、それ以外は認めないから。わかりました、約束した以上頑張ります。ええ、期待しているわよ。強敵だけど、いつもみたいに戦えば大丈夫。さあ、やろっか。ラッ！まだまだこれからよ。見たいの行くわよ。貫きます。ラッ！ラッ！さっさと終わらせてあげるわ。敵を投げ払います。やっぱり味方同士で戦うなんて。ネプギア、余計なこと考えてたら私が勝っちゃうわよ。はい、やっぱり私。いい加減にしな。さい、ネプギア。あんたはこれから先もずっと姉の影に隠れているつもり？だけどお姉ちゃんの方が。ネプテューヌに遠慮してるってわけ？でもそれってあんたの身勝手な思い込みよ。あんたは姉を理由にして逃げてるだけなのよ。自分が負うべき責任から逃げてるだけ。私は。思い出しなさい、あんたがやってきたこと。全部姉を理由にしてやってきたことなの？他の国へ行ったこともプラネテューヌ奪還も全部。違います。そうでしょ、ネプギア。姉を超えるぐらいの気持ちで全力でぶつかってきなさい。アリスさん、私全力で行きます。体力回復。うわー、痛いの行くわよ。さっさと終わらせてあげるわ。さあ、行きます。まだまだこれからよ。やるわね。しょって、やるわね。最後ですよ。やるわね。投げ払います。この程度。やりましたよ。ここまでか。負けちゃった。結構本気出したんだけどな。アリスさん、あの、ありがとうございました。言っておくけど手加減なんてしてないからね。そうじゃありません。私に本気で戦えって言ってくれたことです。おかげでなんだか目が覚めたような気がします。別にお礼なんて、私はあんたと戦ってみたかっただけよ。アリスさん、二人ともお疲れ様だよ。だよ、すっごい戦いだったね。プラネテューヌを奪還したのは伊達じゃないよね、よね。ネプギアはね、本当にすごいんだから。だからもっと自信持って。お姉ちゃん、でも私は。大丈夫だよ、ネプギアならきっと立派な守護女神になれる。私が保証するよ。だからプラネテューヌのこと任せたよ。
姉ちゃん。でもね、ネプギアがプラネテューヌで一番偉くなっても私たちが姉と妹であることは一生変わらないから。どののつまり、私がやっぱりプラネテューヌで一番偉いってこと。えへん。せっかく綺麗に話が収まったのに。いい話が一瞬で台無しよ。まったく、あなたはいつもそうなんだから。へえ、だって本当のことだし、私はお姉ちゃんなんだよ。お姉ちゃんたちは全然変わらないな。でもおかげですごく安心したよ。ありがとうお姉ちゃん。案内は任せたよ。この大会最後の相手まで上り詰めちゃったわね。次勝てばいよいよオーナーと直接対面よ。目的忘れてないわよね。はい、もちろんです。次の相手はこの闘技場のトップ、唯一無二の最強の存在よ。最強の存在、どんな人なんだろう。実は私もまだ見たことないの。誰も寄せつけないほど恐ろしく強いって噂では聞いてるけど。つまり実際に戦ってみるしかないんですね。大丈夫、覚悟は決めたから、やるだけやってみよう。いよいよ最後の相手との戦い、これに勝てば。お客さんたちがすごいざわついてる。相手の人が入ってきたんだ。私も行かなくちゃ。鎧の騎士、どうして闘技場に。もしかしてあなたが闘技場最強の人。 F2P、 それがお前を倒す者の名だ。ご託はいい、来いネプギア。行きます。自分を信じて頑張ろう。跡形もなく消し去ってくれる。あなたはどうしてマジコンヌに協力するの。くだらない質問だ。答えて。ないと私無理やりにでも喋らせるか。いいだろう、やってみろ。セイ、最後ですよ。
敵をなぎ払います。やりましたよ。補正の本気か。答えてください。あなたはマジコンヌの新しい闘技場の王者の誕生だ。ハッピーバースデー、マジコンヌ。実に見事な戦いであった。さすがはプラネテューヌの頂点、姉を踏み台に上り詰めた気分はどうだ。その上今度は闘技場だ。お前の足元には大勢の屍が積み重なっている。そんなことを言っても私は動揺なんてしません。あなたを捕らえてその企みを食い止めます。ふん、ならば仕方ない。他の手を使うとしよう。これを見るがいい。ギアチー、マジごめん、しくっちゃった。おっと、動くなよ。私の指先が少し触れるだけでこいつの首と胴体が離れ離れになるぞ。真帆ちゃん、足のことはいいからギアチー戦って。そんなのできないよ。そうだ、その通り、ネプギアにはできない。さあ F2P よ、戦いの続きだ。ネプギアを痛めつけてやれ。断る。このようなやり方だとは聞いていない。おっと、自分の立場を忘れてもらっては困る。私との契約を忘れるなよ。 F2P よ、復讐を遂げたいならば私に従え。了解した。悪いよ、これも私の目的のためだ。はっ。何？今のうちに離れなさい、ネプギアが戦えるように。随分と姑息な手を使いますね、マジコンヌ。あなたは。ふん、釣り針に魚がかかったようだな。待っていたぞ、灰色の女神。なるほど、これは私をおびき出すための罠ですか。いたぞ。貴様の相手は私だ。仕方ありません。シーリー、
戦闘プロトコル開始。了解しました。戦闘プロトコル、対象の無力化を開始します。ネプギア、助けに来たわよ。出たわね、マジおばさん。今度こそやっつけてやるんだから。うん、やっつける。みんな、ほう、女神候補生どもが勢ぞろいか。それでこそ楽しめるというものだ。あなたが何を企んでいようとも、私たちが止めます。マジェコンヌ、今ここであなたを倒します。やってみろ、ネプギア。強敵だけど、いつもみたいに戦えば大丈夫。小手調べではなく、本気で行くぞ。マジホンを無償提供して何を考えているの？何？人々が望んでいることを私が叶えてやっているのだぞ。今、バズール現象で窮屈になったこの世界で、人々が飢えている。その上を満たすための娯楽は、今やスマホに集中している。私は人々の助けとマジックを提供してやってるので。結局何を企んでいるか、やっぱり教えてはくれないか。簡単に答えるバカなどいるものか。思い知りなさい。ホイガードをくっつけるホイガー、私だっていられます。神聖災害ですよ。この気は逃さない。力の差は歴然よ。さあ、私を怒らせたな。ホイガー、痛い。アイテム使うね。はぁ、やり受けろ。もう助からなくもなかったわ。こんなものね。この気は逃しません。これなら、これでどうだ。ガードを崩すわ。ボルケーノダイブ、今ならいけますよ。セット5度目です。手を丸裸にするよ。これでどうだ。溶けちゃいましたね。
中はここで終わるのか。灰色の女神、貴様だけは殺せ。お前はなぜ私に固執するのです。それは己自身に尋ねるがいい。女神の皮をかぶった灰色の悪魔よ。まさかあなたは。そうですか、あなたはそれほどに私のことが。時に、いや、とどめだ。マスター、戦闘プロトコル停止、緊急回避、マスターの生存を優先、実行。ウアンブ複合倉庫を破損、内部アクチュエーターに深刻な損傷。邪魔をする、こんな人形が。シーリー、ダメ。マスターの生存を優先、反撃。エネルギーオーバーロード。F2P 目、存外ぬるいな。まあいい、こちらも収穫はあった。ネプギアよ、決着は先延ばしとしよう。待ちなさい、マジおばさん。もうすぐ逃げるなんて。ネプギアちゃん大丈夫？私は平気。それよりあの人、シーリー。マスター大丈夫？心臓部は無事です。私がすぐに治して。必要ありません。マスターの生命が優先。私を置いて退避することを進言します。そんな、あなたを置いてなんて。逃げて逃げて逃げ、お願いマスター。ありがとう。待ってください。ロボットを見捨てた？ううん、違うんじゃないかな。多分。Thank you.